中央区では警視庁のヘリコプターや船舶が出動して大規模な震災訓練が行われました。今警視総監を乗せたヘリコプターが晴海にやってきました。警視庁を挙げての地震対応訓練が始まります。中央区晴海の埋め立て地で行われた震災警備訓練には樋口建志警視総監など幹部も出席。警視庁の各部署から500人が参加して行われました。震度6強の首都直下型地震が発生したとの想定で、警備犬による倒壊家屋からの生存者の救出や重機を使っての自動車の移動などが行われました。いつ起きてもおかしくない首都直下地震に備え、あらゆる事態を想定し、災害警備の万全を期することを期待し、また東京湾ではヘリを使ってダイバーが海中に入り、頭を水中から出して泳ぐ救助用のクロールを披露。海中に投げ出された人を救出する訓練も行われました。